里崎チャンネル。じゃっ。こんにちは。いや、やっぱり佐藤さんってもっとキャッチャーじゃないですか。はいはい、キャッチャーってすごい大変なポジションだなってやっぱ見て思うわけですよ。守備の時もそうだし、もうまあまあバッティングはもちろんそうですけど、なんか普段から心がけてたこととかってないのかなって。いや、めっちゃあるんですよ。はい、めっちゃあるのに簡単に言われるじゃないですか。簡単に言われます。いや、なんかリード悪いとか何とかかんとかとか、すぐなんかキャッチャーってこうやり玉に上がりがちじゃないですか。試合に勝てないとね。だからもう今日はそれに反論していく動画っていうね。より一層。はい。しかも最近またなんか AI キャッチャーっていうのが出てきてて。何ですかそれ？あの AI がその過去何万球のデータをもとに次に行く球はこれがいいっていうのをその AI が判断するみたいな。球団が取り入れてるってことですか？球団とかテレビ局ね。あ、テレビ局か、っていうのがあって、それにも物申していきたいっていうね。はい。まあ、まずですね、その、あのキャッチャーでやるべきことが多いのに、はい、あのその最近 AI キャッチャーって言って、まあ将棋とかでもあるじゃんね。はい、AI とかってやって、その AI キャッチャーがあるんだけど、はい、あの一回その番組解説で出て、はい、でこの AI キャッチャーに対して佐々木さんなんか言ってくださいみたいな感じになって、あ、見てたかも。はいはい。でそれで、うん、でも俺こういう意見だから。はい、めっちゃダメ出しするけどいいって聞いて、はい、私そこちょうど見てたかもしれない。で、いいですいいですって言うから言ったのね。はい、でそれのだから俺はもう AI キャッチャーを全く信用してないのが、はい、キャッチャーって、いわばリードは詰将棋みたいなもんだから、ストーリーを考えてるわけね。はい、はい、ここに行って、はい、ファール打たしてとか、はい、ここに行ってこうやって、はい、こうこうこうでこういって最後これでこういうふうに打ち取るよっていうのの詰将棋みたいにイメージをやって、でも相手が、ね、将棋みたいに動いてくるとした時に、あ、こう来たらこうしようっていう途中で柔軟に変わっていくことも必要ですよね。はい、でも最初のストーリーって決めるんですよね。ってなった時に、はい、ここで初球ここ入れてくださいよ、はい、ファールね、はい、引っ張って終わる、はい、ファールみたいな、はい、ここでカウント、はい、ここはボールで振ってくれたらラッキーだけどボール OK、はい、ボール、はい、あ、変化球式、はい、インコース、はい、詰まらすよとか、はい、あ、これで引っ張らすよとか引っ張らせないよとかっていうのを考えてやるじゃんね。でも AI キャッチャーってその何万球のデータを元にしてそれで判断して次これって言ってるんだけど、はい、でって思うんです、その子に投げて、はい、その球種で何を求めてそれっていう、空振りなの、見逃しなの、ファールなの、凡打なの、はい、何っていう未来が分かんない、はい、だから意味ないじゃんね。はい、だからストーリーが分からないってことだよね。ない、だから過去の統計で言ってるだけで、それが何を意味する投球なのかを言ってくれないと、判断しきれない、はい、次インコース構えましたと、え、それ何、見逃し狙い、ファール、しかもファールは引っ張らせるの、はい、反対詰まらせるファールなの、もしくはそれで詰まらせてゴロを打たせようとしてるの、はい、逆にフライ打たせようとしてるのと、引っ張らせたいの、引っ張らせたくないの、はい、なん結果何で、が分かんないから、はい、それに対してだから俺は何とも思わないって言って、なぜならそれを何狙ってるかが分かんないから、いいも悪いも判断できませんっていう。だし AI だとその日のバッターの調子とかも分かんないですよね。分かんない。しかもその何万球のデータっていうのは、いわば千賀と、はい、じゃあロッテの石川とか、菅野と、はい、じゃあ、西とか、阪神の、はい、全員一緒なの、はい、へえ、投げてるのは、はい、データとして、その誰それ対菅野の中でのデータじゃないから、はい、だから同じインコースでも140キロもあれば150キロもあるし、それ一緒じゃないじゃん。そうですね、だから俺はだから過去の統計としたら面白いけども、それで何を狙ってるかが分かんないから、俺はもっとそこまでやればいいのにと思って、未来を見る。ああ、AI ってでもそこまで、まあでも発達すればできるのかもしれないですけどね。でもそしたら当たんないと思うよ。そうですね、だってルールが決まってないもんね。将棋とかだと、もう定石とかあったりとか、今までの統計があって、もうこうなった、だって動くのが決まってるから、こうなったらこうなるっていうのが大体なって、どっちが優劣みたいなのができるけど、野球ってできないじゃんね。そうですね。細かくもう繊細に違いますもんね。将棋で言えば、盤何もなくて、持ち駒だけあって、次どこに金とか歩とか打ちますかっていうのを当てるって、当てれないじゃん。そうですね。相手も何もないからね。はい。だからそれ難しいと思うよね。だってあとキャッチャーってテンポも作らなきゃいけないから、はい、だからもう最速だったらサインダッシュ6秒、6秒で
ってもう取ってからもう6秒で投げ出しみたいな。っていうテンポも作らなきゃいけないピッチャーに、はい、あんまり考えさせないで早く投げさせる、うん、で余計なこと考えさせないでテンポを作ってやってポン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 投げさせるっていうテンポも作らなきゃいけなければ、ちょっと投げ急いでるなと、はい、投げ急いでるから若干テンポ感緩めにしよう、うん、じゃあサインもうちょっとゆっくりめに出そうとか、うん、っていうピッチャーによってのテンポ感も作ってあげなきゃいけない、はい、でその中でもじゃあ俺ずっとやってたらバッター左バッターだったら、はい、ピッチャーにファーストベース必ずベースカバー行けよと、うん、ファーストゴロ行った時に、うん、サードバンド気をつけてね、うん、とかっていうのを必ず言ってた、はい、でそれなんでかっていうと山中さんというコーチに、うん、ピッチャーは信頼してもいいけど信用するなってずっと言われてた。へえ絶対忘れてるっていう、はい、もう覚えてると思ってても絶対忘れてるから、うん、もう当たり前のことでも何回も言えっちゃって、うん、だからもう全左ばっかり来たら毎回ピッチャーベースカバーね、ピッチャーベースカバーね、サードセーフティーあるよって言って常に、はい、全員で、でもしドラッグバンドドラッグファーストこっち側ドラッグバンドあるよ、ピッチャーこうなったらこう行けよっていうのを常にもう毎回毎打者指示、もう何年やってるピッチャーでも、うん、ずっとずっと、へえ、なぜなら忘れる、そんな忘れるんですか、だってファーストベースカバー行かないやつに、だってそれ年一が、確かに年一がココイチになって終わりだから、そうですね、そのベースカバー行くとかって技術じゃないから、うん、はい、忘れちゃいけないわけ、うんうん、はい、だから女の人だったらもう化粧しないでテレビに出るようなもんだよ、そだルーティーンですよね、だからそれはもうやらなきゃいけないじゃんね、はいはい、だ忘れちゃいけないわけ、はい、だそれをでも忘れるわけよ人間は、何かに一生懸命になると、はい、それがそっちに気がいかなくなっちゃったりするんです、ね、ピンチだったり劣勢だったりやることに不安があったりとかっていうと、うん、そっちに集中しだすから、はい、それの間が一歩空くわけ、うん、でそうなった時にそれで命取りになるからもう常にこうなって、はい、でも AI 言わないじゃん、言わないですね、そういうの、うん、でもリードってそういうのものだから、はい、そのテンポ感作ったりとか、うん、あとベンチとかスコアとか見ながら点やってもいいとかやっちゃダメとか、うん、だって全部が全部打たれないようにしてないからね、はい、打たれてもいいけど最小限みたいな、ああ、もうここは最悪打たれてもいいやもう作戦のうちなわけですね、そう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 、うん、だからでも引っ張らせないとか、うんうんうん、もしくはホームラン打たれるぐらいだったらもう単打だったら OK とかっていうのもあるじゃんね、はい、でも AI 分かんないもんね、これな、それは何ですかっていう、確かに作戦が全然分かんないですね、分かんない、そう未来に向けてが分かんないから、うん、だからもっとそこまでできれば AI も使えるけど、正直今の AI キャッチャーは、まあ、全く意味ない、へー、正直で、もしそれができるんだったら見せてほしいですね、はい、はい、これ言ったら、はい、これ言ったら、はい、ショートゴロ狙ってますよとか、うん、はい、これは空振りしますよとか、はい、見逃し狙ってますよとかっていうのも出たら面白いと思います、まあ、そうですね、もっと AI がで、そのバッターが何を打ったかでまた次のやつが変わるとか、そうそうそう、はい、初球カーブ行ったらこのバッター必ず見逃しますよとか、はい、でも必ずないからね、うん、でその中の確率を取ってやるから 100% がないわけよ、そうですね、どこまでの確率でリードは勝負していくかだから、で駆け引きだし、うん、っていうのを探らなきゃいけないから、そこがまあ難しいんですよね、一回 AI キャッチャーが言った通りにもう何も考えずにキャッチャーは、うん、やってみたらどうなるんですかね、無理だと思うよ、ピッチャー投げてこないから、おだって AI キャッチャーは、はい、ピッチャーがその日調子がいいとか悪いとか見てないでしょ、はい、分かんないでしょ、分かんないですね、そう作用できないじゃん、はい、明らかにスライダー行った方がいいけど、うん、明らかにスライダー調子悪いのに、うん、スライダーサイン出せないじゃん、そうでも AI キャッチャー出すからね、出しますね、うん、いや無理無理無理、だって今日1球もちゃんと投げられてへんって言ってはい、確かにインコース行きたいけど、うん、インコース今日全然ちゃんと投げれてないしみたいな、はい、それだったらちゃんと投げれてるアウトコースの方がいいじゃん、うん、で AI キャッチャーだからもうピッチャーのだから AI キャッチャーはピッチャーの状態もレーザーで全部当てて、うん、フォームのチェックも全部やって、はい、でそれでフォームのバランス球の質、うん、そのピッチャーの過去何万球っていう球、うん、状態を全部 AI キャッチャーがそれを理解した上でそれをリサーチして、でそれによりピッチャーの調子出来不出来、はい、で相手バッターのタイミングの取り方、調子いい時と悪い時、肩の開き具合どうなのかっていうのを全部リサーチしてってなって初めて球種が出せると思う、そうですね、でもそれやんないじゃん、ただの結果っていう配球のデータのベースの中でやってるだけだから調子とか分かんないじゃんね、でそうなってくるとそれはもうだから AI キャッチャーのやつはリードじゃない配球、はい、前リードと配球の違いありましたもんね、うん、あれやってるのはね、うん、リードじゃない配球やってるだけ、ほー、ただ単に、はい、だからその未来が見えてない、うんうんうん、見えてないというか見せてくれてない、はい、見えてるのかもしれないけど、うん、だからそこら辺はちょっと不満があるですね、うん、
だって、はい、あとはセカンドランナーとかコーチャーとかね、不審な動きも見なきゃいけないから。そうですね、だキャッチャーサインこいつはサイン盗みしてねえだろうなっていう不審な動きとかも動き怪しいなとかも見なきゃいけないわけ、はい、うん、守備位置とかもちょっととかもやらなきゃいけないわけ、うん、でしかもセンターやるよっていうのも、はい、野手とかピッチャーに気をつけろよって言ってるのとともに、バッターに、はい、お前がセンターやるの俺ら知ってるからなっていうのを言思わせてやらせないようにもしてるわけ、はい、うんうん、隙を見せないために、はい、大変ですね。キャッチャー辞めたくなったことってないんですか？でもそれしかやってないから分かんないよね、大変かどうか。当たり前だから。そっか、それがそれしかやってないからね、はい、他との比較ができない、行ってないから。これがベースなわけですもんね。そう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 、そういったところまでいろいろやらなきゃいけないから、うん、ただの配球だけじゃないんですよ、はい、だからそれでなんかリードがなんとかっていうだけでなんか批判してる人は浅いですよね、はい、うん、やることだってリードも大事なんですけど、はい、キャッチャーの中の重要度でいうと、うん、多分リードは 1,2 割だね。あ、そうなんだ。やることの中で言ったらね、他もいっぱいやらなきゃいけないことあるから、はい、じゃあ一番のキャッチャーのなんかこう重要ポイントって何ですか？洞察力と観察力と感性じゃん。へえ、うん、やっぱ感じなきゃいけないから、はい、観察しながらそれを感じる察知能力いるじゃんね。で、なんか動きがあった時におかしいなって思わなきゃいけないし、あとそうですね、感じバッターのその違いや状況とかも見なきゃいけないし、ピッチャーの状況を見なきゃいけないし、戦略的なことも考えなきゃいけないし、試合1試合もしくは2試合3試合で考えなきゃいけないから、見てる方としては面白いですけど、もっとクオリティ上げてほしいですね、 AI キャッチャーもさらにおーって思いたい、おこれいいねみたいな。あ、でももしかしたら、まあ、どんどん発達していくかもしれない、ね、そう、もちろんもちろん、だって今まだ始まったばっかりだから、うん、それは不都合があったりとか、はい、まだまだ足りないところがあるのは当たり前だから、うん、これがどんどん、でもだって僕はあえてもっと良くなってほしいから言ってるわけ、うんうん、だってこれでみんなが何も言わなかったら、はい、それ以上良くなっていかないじゃん、うん、だからその俺がいいとか悪いとか AI キャッチャーがいいとか悪いとかじゃなくて、うん、もっとこうした方が面白いんじゃないのっていう、ここまでできないと俺はうんと思うよっていうのがあれば、それだっていい情報になるから、うんうん、向こうは向こうで、でそれがいい形に待って、うん、さつざき、お前ごちゃごちゃ言わせないようにいいの作るぜって、これが技術の革新になっていくから、はい、よりいいものだから否定してるわけじゃなくて、うん、もっといいものになってほしいからあえて言ってるっていう、はい、でもちょっと AI に乗っ取られるのも怖いですよね。乗っ取られてみたいですね、どっちが勝つか、野球で言えば。おー、なるほど、うん、AI 対、うん、じゃあ里崎さんリード対 AI そのキャッチャーみたいな、うんうんうん、面白いですね、そういうなんかできてきたら、うん、だから、うん、でもその代わり何をの結果何をとか言わなきゃいけないから、まだまだ高いと思うよ段階はだいぶ何を目指してるんですかみたいな。そうですね、 AI キャッチャーと勝負したいですね、はい、何十年後か分かんないですけどね僕が生きてる間にお願いします、はい。